さあどうぞ兄貴。な、え、ちょっと頭、そいつ。バカだれ。そいつとは何じゃ。わしの兄貴じゃ。これからは桐生の兄貴と呼べや。は？兄貴、ここがわしら広瀬一家の事務所ですけ。遠慮のをやって使わさい。あの頭、舛添の親分にさらわれたとか飯野さんに聞いたんすけど。何ボケっとしとるんじゃ、雄太。早う酒でも出せや。え、はい。お、なんじゃ、おやっさん来とるんか。ええ、暇だからって。グッドタイミングじゃ。兄貴、うちの親父紹介しますけ。奥へどうぞ。おい南雲、杯受けろなんて言わねえだろうな。挨拶だけだぞ。分かってますって。ま、どうぞ。おやさん、失礼します。おう。また病院抜けてきたんですか。ええんですかよ。大丈夫だよ、医者もグルなんだから。俺ね、車で事故ったっつって保険金もらって入院してんの。本当は全然悪くないんだけどさ、寝てるだけで金入ってくんで。兄貴、わしらの親父で広瀬ですわ。昔陽明連合会と近江連合で勝ち合った時は最前線で爆弾投げてたっちゅう人ですけの、親さん。もう昔の話だから。おい南雲、もっと言えよバカ野郎。あ、いや、まあその前に客人をご紹介させてください。こちら東京からいらしてる桐生さんです。今後しばらくこの事務所にも出入りしますんで、お見知りおきください。さあ兄貴。桐生一馬です。お初にお目にかかります。まあうちもヤクザだけど、ゆるくやってるところだから、東京の極道から見たらあれだろうけど。いえ、俺は仇で。あれ、あ、そう。いや、俺はてっきりなあ。いや、こちらの兄貴は極道顔負けの器量ですけん、おやっさんがそうおっしゃるのも無理ないですわ。お、そうだ南雲、お前上納金どうした。もううち金ないよな。上の筋から何か言ってきてないの。まあそっちはわしの方でうまくやっておりますけ。おやっさんは気になさらんで使わせ。あ、そうならいいんだけどさ。おい、ゆうた、頭おるか。頭、ちょっと見てきますけ。兄貴も。ああ。なんなら客人の前でみっともないじゃろうが。お、どうしたんじゃ高城ら、鼻血で取るで。松永の兄貴が店の客に袋叩きに追うとるけ、はよ助けに行かにゃ。あ、何があったんじゃ。飯がまずいとか、女がブスで料金が高いだのグダグダ因縁つけてきよってからに。なんじゃ、全部ほんまのことじゃろうが。じゃけど今日は松永の兄貴、頭に血のぼらして客を殴ってしもうたんですわ。なんでそがんなことするんじゃ。
店のもんが客殴ってどうするんじゃ。あれです頭、今日俺らそこの桐生さん一人にボコられたじゃないですか。それが町の噂になってるらしくて、で松永の兄貴組やおやっさんのことまでバカにされて切れたそうなんです。ほっとけほっとけ、そんなんで客殴っとったら商売にならんじゃろうが。悪いのは松永じゃ、殴らせとけ。違憲ですって。相手は荒っぽいのが10人はおって、もう誰も止められんのんです。頭、早く行って松永の兄貴を助けねえと。ええからほっとけ。おう、それより高頭、こちらはわしの兄貴で桐生さんじゃ。お前もよう顔を覚えとけ。もうええわ、わしらだけで行きますけん。ゆうた、行くぞ。わかった。ったく、すんません兄貴、あいつら礼儀っちゅうもんを知らんけ。本当にほっといていいのか。さっきの若いの土足を持ってったぞ。いや、ええんですわ。ほれ、兄貴覚えてます？野球の時、ユータともう一人おった松永って。確かにお前を入れて3人いたな。その松永に任せとるモレノいう店があるんですがの、客のクレームでよう揉めよるんですわ。言うたらうちの日常業務っちゅうわけで。モレノって店は近くなのか。え、まあスナック街からアーケードに抜ける手前ですがの。それより兄貴、わしはこの組の頭ですけ、若いもんはしっかりしつけときます。兄貴にはもうこの事務所を家と思っていただいてね。まあおやっさんとわしを入れてもうちはたった5人の組ですがの。まあくつろいでつかさい。兄貴、どちらへ？いらっしゃいませ。ありがとうございました。気持ち悪い。 お願いです、これを持ってきてもらえますか。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
お願いです。これを持ってき、そう、これです。ありがとうの。鍵がかかっ。ブサイクじゃの。やめてって。じゃけど父はなかなかのもんじゃ。いいよの。ううちはそんなんじゃ。脱げの。反撃、客に向かってよう手出したもんじゃの。おお、踊らみたいなチンピラ、なんぼでも海に沈めじゃる。うっせ、お前らいい加減にしろ。そん口の聞き方は何だ。おう、なんじゃい。この店は今取り込み中じゃけ帰れ。回り右じゃ。おなんじゃ悪い。お前らと同じこの店の客だ。俺もせっかく楽しもうと思って来たんだ。もう少し行儀よくしてもらえねえか。おっさん、よそもんじゃろ。何も知らんのに格好つけてからに。わしらの行儀がなんじゃい。ああ、またあのおっさん。あれ、さっき頭が兄貴とか言うとった。おう、このおっさんがわしらに行儀を教えてくれるらしいで。ほいじゃが、その前にこの町の流儀を教えちゃろうかいの。離れてろ、もう大丈夫だ。よっしゃ、やったれ。じゃあ、あの人は。いやー、さすが桐生の兄貴じゃ。お見事、大統領じゃ。ずいぶんのんびり来やがったな、南雲。わしが仇の客殴るわけにはいかんですけ。堪忍してつかさい。おう、松永、
お前大丈夫か。いや心配したんで。よかったの。荒くれどもは桐生の兄貴が追っ払ってくれたんじゃ。よう礼を言うとけ。桐生。踊れ。夜勤時の。ああ。もうええ松永。今人はわしの兄貴になったんじゃ。組の事務所にも出入りするけ。お前らもこれからはそのつもりでいろや。な。何言うとるんですか頭。そがーな話ないでしょ。勝手に何やっとるんですか。バカだれ。昨日の敵は今日の兄貴じゃ。機嫌ようせえ。それともわしの言うことが危険ちゅうんか。おいじゃったらわしらの立場はどうなるんの。昼間頭がこいつに喧嘩ふっかけたのに突き合わされたんで、それを組の頭にコロコロ態度変えられちゃわしらついていけんでしょうが。この恩知らずが誰が今お前を助けてくれたと思うとるんじゃ。桐生の兄貴がおらんかったら踊れらどがーな目に遭うとったかわからんで。お？ここはわしの店ですけ、余計な口挟まんで使うさ。何がわしの店じゃ。わしが踊れに任せてやっとるだけじゃろうが。それにの、さっきの客の中に造船所のもんもおったろ。あいつらに手出すのはご法度じゃ言うとろうが。連中がその気になったらわしらの組あっちゅう間に潰されると。あ？それでおやっさんに顔向けできるんか。あの頭。あ？ちょっと兄貴、どこ行かれるんで。紹介がまだ済んどりませんが。スナック清美に子供を預けたきりなんでな。悪いがもう行かせてもらう。ああ、じゃったらまた明日事務所に顔を出して使わさい。いつまでも待っとりますけ、兄貴の都合のええ時に。ああそうだな。兄貴お疲れした。どうか気ぃつけて。情けねえな。まったくじゃ。鍵が。キリュウさん、大丈夫だったの？ナグマ君は？あいつも大丈夫だ。遅くなって心配かけた。それならいいんだけど、もう帰ってこないんじゃないかって。悪かった。あれから何があったの？え、それじゃキリュウさん、広瀬一家の組員に？なんでそういう話になるんだ。違う、そうじゃない。ただ組の食客に招かれたってだけだ。組に入ったわけじゃない。うん、正直違いがよくわからないけど、でもとにかく南雲くんとは仲良くなったのね。よかったとは思うけど、あの人あんなに桐生さんのことを目の敵にしてたのに。そうだな。
明日また広瀬一家の事務所に顔を出すつもりだ。今日はいろいろあって連中に遥や春人の父親のことを聞けなかった。ああ、じゃあそれを聞くために広瀬一家へ。そういうつもりじゃなかったんだが、まあ成り行きでな。それじゃあまた来る。ええ、いつでも。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。クヒだ。大屋根は皆寺にして風香る岩やさざ波。
死の極みだと。お？力がみなぎ。クヒダ、日の影は青海原を照らしつつ、光る孔雀の尾道の沖、十返舎一句。クヒダ、盤石座すべく待つ夜べし、憔悴隠るところ開口を現る。六年重ねて来たる千光寺、三死水明四故にあり、盤が半ば暗くして繁栄斜めなり、相つとう惨敗未だ傾け去らず、神戸を巡らして年頃に諸少年に食、騎手せよ先生、かつてよいしところと来参よ。クヒダ、覚えきれぬ島々の名や夏霞、笑み水印。カバーとかつけた方がええんかね。
チケット買われますか？片道チケット。はい、片道チケットになります。
兄貴、ご苦労様です。お疲れ様です。うっす。どうも。なんじゃ踊れら、ふぬけた挨拶しよって。それより前から気になってたんすけど、その赤ん坊は？言っとくが、俺の子じゃない。それに孫でもない。じゃったらどこぞからさらってきた？なわけあるかボケ。お前は兄貴をなんじゃ思うとるんじゃ。いや、それについちゃ違うとも言い切れねえか。は？この子はハルトってんだが、父親を探してる。俺がこの町に来たのはそのためだ。どういうことすか？もうその前にどうぞ兄貴、おかけになってつかさい。ハルトの母親だ。撮影されたのはこのスナック街だったらしい。この人が知ってるか？頭、俺にも。あ、いや思っとったより偉い若いけ、面食らってしもたわい。まだ女子高生くらいじゃろ？もうそうじゃろ？本当に？ほいじゃが、わしら見たことないですわ。こんな美人近くにおったら忘れるはずないですけん。名前は沢村遥。芸能界に入ってしばらくテレビにも出ていた。道理で可愛いと思いましたよ。それでも見たことはないか？そうだ、俺ちょっとおやすさんに用事頼まれてて。すいません、これで失礼します。なんじゃい、おやすさんの用事って？いや、なんだったっけ。歩きながら思い出しますんで。松永の兄貴、わしらもモレノの後片付けせないかんですけ。そろそろ。そうじゃの。いや、すいません、わしらもう行きますわ。松永の兄貴、行きましょう。いや、なんちゅうか、うちは小さい組ですき、みんな忙しゅうて。そうみてえだな。今日は親分いねえのか？親さん、どうですかの？あん人はいつの間にか裏口で出入りしておりますけ。わし、ちょっと見てきますか？いや、いいさ。だが、いるなら帰る前に挨拶しとこうと思ってな。ほうですか。東京の客人かい？ええ、お邪魔してます。入んなよ。なんだそりゃ。おい、ハルト。あ、いいよいいよ。それよりどう、うちの方で何か不自由させないかい？おかげさまで大丈夫です。そう。
南雲にあんたのなるその聞いたけどさ、えらく世話かけたみたいだね。それでかどうか、昨日あんたにやられた例の松田組、あんたのことは調べ回ってるってよ。そうですか。でも俺は仇の人間です。こちらにご迷惑はかけないようにします。南雲はその迷惑をかぶるつもりであんたを食客に招いてんだ。あれで一応その辺は腹くくってんだろ。ジジイの膝の上が気に入ったか。え、すみません。ほらパパのとこ帰んな。それじゃあ俺はこれで。もう行くのか。また顔見せに来てよ。俺ずっと入院してて暇すぎて抜けてきてんだ。保険金生活も楽じゃないんだよ。また寄らせていただきます。失礼します。親分。兄貴、もうお帰りで。ああ、邪魔したな。またこれから坊ちゃんの父親を探しに行くんですか。そのことは一旦忘れてくれていい。え、あれ、いや、なんでまた。いいんだ、それじゃ。桐生さん、ちょっと。ん？うちの店の近くに昨夜の舛添って組の人たちがうろついてる。桐生さんのことを探してるみたい。わざわざ知らせに来てくれたのか。当たり前でしょ。赤ん坊連れてる時に絡んで来られたら大変よ。確かにな。ここで立ち話してると見つかるかもしれないから。さあこっち、坂の途中に龍南神社って静かなところがあるから、とりあえずそこへ。キリュウさん、こっち。おう、アレミ、ガキを抱えとる男じゃ。キリーさん、あの人たち。俺に何か用か。何寝ぼけたこと言うとるんじゃ。昨夜何やらかしたかもう忘れたんか。面かしてもらうと。じゃが、その前にちーと痛い思いしてもらうけ。下手に抵抗せん方が長引かんで。ママ、ハルトを頼めるか。さ、ハルト君、こっち。このおっさん、ただものじゃないけの。殺す気でやったらや。Give it time!
キリュウさん、大丈夫だった？ああ、ハルトは無事か？ええ、大丈夫。すまないな。今のうちに先を急ぎましょう。キリュウさん、こっち。龍南神社、ここか。少し休憩。でも桐生さん、こんなことになって春人君のパパを見つける前に舛添組に捕まったら。まったくな。最初に南雲たちと関わったのが運の尽きだ。だが連中と話して分かったこともある。はるかはやっぱりこの町にいたみたいだ。え？どういうこと？広瀬一家の連中は遥かのことを知っている。少なくとも写真を見せた時、顔は見たことがあるって反応だった。ただそのことを俺に言えない事情があるらしいな。遥ちゃんって芸能人だったんですよね。だからみんな顔を知ってたんじゃ。いや、それだけのことなら俺に遥のことを隠す理由がない。広瀬一家の連中はこの町で遥と何か関わってたと考えるのが自然だ。俺も人のことは言えねえが、あいつらも相当不器用らしい。遥のことを隠そうとしているのがはっきり顔に出ていた。それでも俺は不思議と悪い気がしねえし、無理に聞き出そうとも思わねえ。連中が言い出すまで待つつもりだ。それでいいんですか、キリュウさんは。俺はあいつらが嫌いじゃない。え？これからモレノに顔を出してみる。モレノって広瀬一家の？ああ、松永って男がやってる。今一家の連中が何人かいるはずだ。それで悪いんだが、またハルトのこと少し預かっててもらえねえか。スナック街で舛添組に絡まれると厄介なんでな。そんなことなら遠慮なく言って。ハルト君ならいつでも大歓迎。夜になったらアパートに連れて帰ってあげる。すまないな。うん、じゃあまた後で。
もういい加減にして。ごめんなさい。でもそんな半端じゃやっていけないの。そんなことあんただって分かってるでしょ。分かってます。ただ最後に先輩に会ってお別れを言いたくて。そんな浮いた気持ちなら東京に連れて行けないよ。あなたはこれから東京でアイドルになるんだよ。あの子、東京でアイドルに。でも本当にアイドルになりたいと思うなら、余計な未練を残さないようにこの街を出ること。アイドルに恋は禁物なの。忠告はしたよ。おい、大丈夫か。東京で芸能界に入るんだってな。え？いや、盗み聞きする気はなかったんだが。みっともないね、私。こんなところで泣いちゃって。俺でよかったら少し話すか。一人でただ泣いているよりは考えもまとまる。まあ無理にとは言わねえが。うん、ありがとう、おじさん。私も誰かに聞いてほしかったんだ。私、ミサって言います。キリュウさんは東京の人なんですよね。なのになんか優しいんですね。誰だって年頃の娘が泣いてれば気にはなるさ。いいから何でも話してみろ。何か揉めてたようだが。さっきいた女の人は東京の芸能事務所の方で、私のマネージャーになってくれる遠藤さんです。その遠藤はえらく怒っていたようだが。当たり前の話なんだけど、アイドルになったら恋愛禁止ですよね。そのことで叱られてたんです。恋愛禁止。私ね、あるオーディションに受かって急に東京の事務所に所属することが決まったの。でも今になって気づいちゃったんです。私、幼なじみの先輩のことが好きなんだって。アイドルになりたくてレッスンも頑張ってきたのに、先輩と離れると思うと迷いが出てきちゃって。そうだったのか。でも私がアイドルになること、一番応援してくれてるのがその先輩なんです。先輩にはオーディション受かって東京に行くことを誰よりも先に報告したくらいで、親も周りの人も私の夢を分かってくれなかったのに、先輩だけが私をかばってずっと応援してくれたんです。なるほどな。だから東京に行く前に先輩には私の気持ちを知っておいてほしい。そしてもし先輩が OK してくれたら、東京にはまだその時にならないと分かりませんけど。遠藤ってマネージャーが怒るわけだ。自分でもバカだなって思います。アイドルになれるかどうか、大事な時に自分の気持ちを抑えることができなくて、やっぱり私もう先輩に会わないでこのまま東京に行った方がいいのかな。それでもその先輩と会うべきだろうな。俺がお前ならそうする。そうなんですか。年を取ってから一番後悔するのは、やろうとしたことをやらずに逃げたことだ。多分な。そっか、そうなのかな。私、やっぱり先輩に会いたい。このまま東京には行きたくない。そうか、そう言うだろうと思っていた。
女が人に悩みを打ち明けるときは大抵自分の中で答えが決まってるときだからな。そうか、だから私に声をかけてくれたんですね。ありがとう、キリュウさん。話聞いてくれてちょっと気が楽になった。いいんだ。じゃあ俺は行くが、もう大丈夫だな。はい。どうしたミサ？なんかいざとなると緊張しちゃって。いや別に。足の勘違いだよ。いらっしゃい。ありがとうよ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうよ。あ、キリュウの兄貴。あの、昨日は助けていただいてほんまにありがとうございました。うちキリュウさんのファンになってしもうたけん。ああそうか。お前はええんじゃ向こう行っとけや。なんよもう。松永の兄貴も客呼びたかったらもっとええ女子入れりゃええんですけどね。あの人物線なんですわ。たった一人のホステスがあれじゃ客も寄りつかんです。その松永は奥におります。どうぞ。ヤマトじゃ。世界でも史上最大の戦艦。こいつは広島の地で生まれた日本の宝じゃ。もうすぐ完成か。あんたそういうのが好きなんだな。
造船の町に生まれたんじゃ。この町の男なら大なり小なり船に興味あるもんじゃけ。昨夜はあんたの店で暴れて悪かったな、松永。わしらを助けるためでしょう。謝られる筋はないですけ。気にせんでください。じゃけどあんまり慣れ慣れしゅうされるのは迷惑ですけ。わしは南雲の頭みとうにコロコロ態度は変えれん。そうか。松永の兄貴。は？なんじゃ言った。どうかしたんか。昨夜ここで暴れてた客、造船所のやつら。おう、それがなんじゃ。あいつらがいきなり陽明連合会本家まで行って文句つけたらしいんです。それで今本家の若頭がうちの事務所に来てけじめつけろって。本家の若頭？ほいたら小清水さんか。それに例の昨夜南雲の頭をボコった松添も腰銀着みてえについてきてます。取り巻き合わせると20人くらい。20人？うちの事務所にか。ええ、それで南雲の頭が松永の兄貴を呼んでこいって。なるほどな。これはわしがインコでも飛ばさんと収まらんの。なんで松永の兄貴が。だって昨夜客を殴ったんは。バカだれ。ここは広瀬一家の仕切る店じゃと。客同士の喧嘩じゃ言うてもそのケツはわしが持つ。桐生さんを責めるのは筋が違うとる。ほいでも桐生さんはそのよそから来た人ですけ。桐生さんに頭下げてもらえば。そがあのみっともないまでできるか。あ、わしはの弱小ヤクザじゃ言うて広瀬一家の看板安するような男じゃないで。待ってくれ。その前に一つ聞きて。なんで酔っ払いのイチャモンで本家の頭なんて大げさなもんが出てくるんだ。よそ者には分かんねえ事情があるんです。ここは岩見造船の城下町っすから。岩見造船？昨夜の酔っ払いにそこの造船所のもんもおったんです。岩見言うたら世界でも指折りっちゅう造船会社ですけ。特にこの辺じゃ病院から学校から何でも持っとる。広島の人間はどんな形にしろ必ず岩見に関わっております。岩見に弓を引いたらまず広島で生きていくことはできゃせんのです。陽明連合会もその例外じゃねえってことか。ええんじゃ、キルさんには関係ないですけ。知らん顔しとったらええですよ。ほいじゃ。松永一人でカッコつけんな。俺も行く。ユータ、田頭、お前らキリュウさんを店から出さんようにしとけよ。でも兄貴分の命令じゃ。二度は言わんぞ。松永の兄貴の言いつけですけ。キリュウさん、ここでおとなしゅうしとってくださいや。これ以上余計なことに首突っ込まれてくださいよ、桐生さん。やっぱりあんたは兄貴とは呼べねえよ。俺らは南雲の頭とは違う。おめえらの言いたいことはわかる。だがそこをどけ。松永の兄貴に恥かかせる気かよ。昨夜の喧嘩は俺がやったことだ。お前らの方こそ出る幕じゃねえ。ただ殴られてただけのチンピラ下がってる。なんじゃとこの野郎。どけ。急がねえと松永が手遅れになるぞ。ここでどけるかよ、クソヤシ。Yeah!
晴らしい味だ。悪く思うなよ。ま、待てよ。待ってくれ。あんた一人で今度の始末どうつけるんだよ。松永の兄貴の代わりに指でもつめんのか。陽明連合会に一言言うだけだ。文句があるなら直接俺に言えとな。そんなんで収まるかよ。相手は広島全体の極度を牛耳ってんだ。喧嘩売っていい相手じゃねえ。それが分かってんのか。わしら会うたばっかりじゃろうが。それをあんたは松永の兄貴のために命まで張る言うんか。なんでそこまでするんじゃ。お前ら遥のことで俺に隠してることがあるよな。な、何を急に。ここで恩を売っときゃお前らも口が軽くなると思ってな。こっちも計算づくで動いてるんだ。ただ働きしようってんじゃない。おお。よく言うよ。あんただったら俺らから力ずくで聞き出すことだってできんだろう。なるほどな。その手には気づかなかった。気づかんかったって。本当によ。何なんだあの人は。いらっしゃいま。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。鍵が。
財布がない、すられたか。財布盗んだだろう。時間食っちまった。お前が盗んだものは返してもらうぞ。出てきよった。探しとったんだい、気流。マス添えか。昨夜の借りを返すどころ。じゃが我何者なんじゃ、こん町に何しに来たんじゃ。あんたじゃねえ、陽明連合会本家の若頭っての。周りの状況がよう見えとらんようじゃの。踊れはここまでじゃ。最後に生かすか殺すかは踊れの態度を見てわしが決めちゃる。その言葉そっくり返してやる。死にたくねえやつは道を開けろ。今ならまだ許してやってもいい。キザなおっさんじゃの。大口叩き寄ってからに後で恥かくだけじゃ。時間切れだ。行くぜ。
島中の国土を敵に回せっちゅうこっちゃ。おいやるの、マスゾエ。陽明連合会が踊れなんぞのために動くか。そこまでの器量か、バカだれ。器量っちゅうのはあんたじゃの。あんたは陽明連合会本家若頭、腰水組組長の腰水ってもんじゃ。要は広島のナンバー2ってことでいいのか。これは桐生さんがやったんか。全部たった一人で。あんたは自分じゃ正体を隠しとるつもりらしいがの、わしにはあんたの背中の竜が透けて見えますわの。踊れも桐生さんの正体は知っとったの、南雲。何？この辺りは広島でも偏僻な町じゃ。造船以外はわしらのしのぎにならん。じゃけどあんたがおるんじゃったら、この町もちいとは面白うなるの。どういう意味です？その男がなんじゃ言うなら。広瀬一家の始末はもうついとるんで、今挨拶だけさせてもらいますわ。桐生一馬さん。いや、小清水の頭は何を言うとるんかの、兄貴の正体って。松永。桐生さん、なんで来よったんですか。わしはモレノから出んように言うたはずじゃ。それをあんた勝手なことしよって、これで全部丸く済んだ思うてるんですか。あんたは本家の頭に目つけられたんじゃ。もう何が起きてもおかしゅうないんで、わしの指で済ますときゃよかったんじゃ。あんたは何も分かっとらん。松永。ああ、全部承知の上だ。このバカたるや、踊れ。桐生の兄貴に噛みついとる暇があったら頭下げんか。兄貴のおかげで指詰めんで済んだんじゃろうが。ああ、松永の兄貴、指詰めんで済んだんすか。よう、それで勘弁してもらいましたね。あ、でも顔ひでっすよ。どんだけ殴られたんすか。ちきしょう、これが本家からの制裁ちゅうわけですか。バカたれ、松永の顔はわしが殴ったんじゃ。え、はが、頭が。何ですかね、それは。腰水の手前、こうでもせんと指だなんだと言うじゃろうが。
そうなる前に松永のためを思って殴ったんじゃ。のう松永。まあ、いや、安心してください、キリュウの兄貴。松永は見た目ほど痛くないように殴りましたけ。なんじゃとこの。よう言うわ、何も加減しとらんじゃろうが。何発も何発も、うん、ビタレが。なんじゃその態度は。この恩知らずが。こんな。お、おやさん？え？ここにおったんですか？もういたよ、ずっと。喧嘩を積んだんだろ？え、ええ。東条会の四代目？東条会言うたら東京のあの東条会で？はあ、そうじゃ、確かあれじゃ、堂島の竜実話時代に乗っとった。お、なんじゃお前ら、なんで驚かんのじゃ。おい、そんなにすごい人なのか？え、いや、そりゃぶっちゃけつなですわ。って何寝ぼけたこと言うとるんですか。すごいに決まっとる。キリュウの兄貴、なんで黙っとったんですか。はよ言うてくれりゃよかったのに。足を洗ってからもう何年にもなる。今は仇だ。だがこれでもう隠し事はねえ。俺の方にはな。キリュウさんの方には？俺らの方にはまだ桐生さんに隠してることがあるって、そういう意味っすよ。お、なんだよ隠し事って。おい南雲、俺にだけ教えろよ。え、あ、うん、さあ。いいさ、今夜はもう帰る。そろそろハルトを迎えに行ってやらねえとな。おい南雲、なんだよ隠し事。せがって。鍵。
なんだ問答無用か。今のは何だったんだ。いや、どうやら化かされたの。あんた見たんじゃろ、刀を手にした亡霊を。正確には見ただけじゃないがな。わしはここの墓守をしとるじじいじゃ。嫌に空気がざわめいとったもんで来たんじゃが、原因はあんたもここの亡霊を見たことがあんのか。あんたよそもんじゃろ。ん？地元のもんじゃったらこの墓場には近づかん。ガキどもの肝試しもここでやるんだけは避けよる。まあよそもんはよそもんで、小がなとこまでめったに来るもはおらんが。そうか、知らなかったんだ。ええんじゃ、別に咎めとるんとちゃうけ。ここに出る亡霊たちは昔瀬戸内海を荒らした海賊じゃったっちゅう話での。海の男は気が荒いけ、亡霊になっても喧嘩相手に飢えとるらしい。あんたが嫌でなけりゃまた来て遊んでやったれや。なんだと。海賊の亡霊か。この町にも喧嘩の種がなくならねえな。ってのは、だから今は西暦で何年かなって。2016年だ。2016年、本当に？やっぱりそうですよね。やったー、うまくいったんだ。そしてこれが1年前の私？あ、確かに今よりちょっと胸小さいかも。なんだ、何を言ってるんだ。あ、やだ、すいません、一人で盛り上がっちゃって。ん？実は私ね、なんとたった今1年先の未来からタイムリープしてきたんです。タイムリープ？17年から時空を超えてね。何を言ってる。あ、伝わりませんか。そっか、そもそもタイムトラベルとタイムリープの違いから説明しないとですね。タイムリープっていうのは、今の自分の意識が別の時間の自分に乗り移るってことなんです。ほう。で、タイムトラベルの方はタイムマシンとかで時空を移動するでしょ。例えばおじさんがタイムマシンで昨日に行くと、昨日のおじさんとマシンに乗ってきたおじさん、その2人が同じ世界に同時に存在することになっちゃう。でもタイムリープは今のおじさんの意識が過去の自分に乗り移るだけだから、常に世界に1人。どうです、わかりました？ああ、完璧に理解した。
私の場合は2017年の意識がこうして1年過去の自分の体に乗り移ったわけですよ。1年もタイムリープするなんて自信なかったけど、私ってすごい。そうか、なるほどな。じゃあ邪魔して悪かった。私今結構すごいこと言いましたよ。普通もっとこういろいろ聞きたくなりません？わかった、もう少しだけ付き合ってもいい。よかった、そうこなくちゃ。私ミクって言います。俺はキリュウだ。わかりました、キリュウさんですね。とりあえずなんというか、キリュウさんは私がタイムリープしてるのを信じられないってことですよね。そのお前が1年後から来たってことか。まあそうだ。じゃあどう言えば信じてもらえるんですか？いや、そう言われてもな。ってことはお前は1年先の2017年のことを知ってるんだよな。ならその間に何か変わったことは起きたか？変わったことって何か大事件とか？結構急に言われても思いつかないですね。もう少し具体的に聞いてもらえます？そうだな、例えば。大きな地震とか事故はなかったか？あったかな。多分大きな地震はなかったけど、あ、事故なら面白いのがあって、私のママが車でなんとパパをひいちゃったんです。怪我は大したことなかったんだけど、うちのパパほんとトロいし冴えなくて。いや、そんな身の回りのことを言われてもな。新聞を騒がせるような大きいのはないのか？今時の女子高生は新聞なんて読みませんよ。ニュースはだいたいスマホで。あ、2017年にはスマホっていうのがあるんだけど。スマホくらい俺も持ってる。あ、そっか、そうですよね。まあ待て、今思ったんだが、未来のことをどう言われたところですぐに確かめようがないな。何か他に証拠として未来にしかないもんとか持ってたりしないのか？あ、例えば未来の日付の新聞とか、来年発行の100円玉とか。せめてそういうのがあればもう少し説得力がある。さっきも言いましたけど、2017年から来てるのは私の意識だけなんです。つまり証拠は何もないってことか。今ある証拠は私の言葉だけです。あとは私の目を見て信じてもらうしか。わかった、信じてやるよ。え、本当ですか？そうでも言わないと話が終わらないんだな。俺もそこまで暇なわけじゃない。そんな言い方あります？それにお前も何か目的があって2016年に来たんだろ。邪魔しちゃ悪い。別に目的なんてないですよ。私がタイムリープできるようになったのは本当につい最近で、なんで急にそんな力に目覚めたのかってまだ自分でもよく分かってないんです。だから今はいろんなケースのタイムリープを試してるとこなの。なら何か進展があったら俺にも教えてくれ。
じゃあな。へえ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうよ。さ、行くか。ありがとうよ。ん？あれはミサ。するとそばの男が、私どうしても先輩に聞いてほしいことがあって。急にどうしたんだよ、ミサ。聞いてほしいことって？中学の時、私がアイドルになりたいって言い出した時のこと、先輩、覚えてます？ああ、覚えてるよ。テレビで沢村遥の引退ステージ見たからだよな。それでアイドルになりたいっつって。ミサがアイドルに憧れたきっかけは遥かのあのステージ。あの時、周りのみんなは私のことを笑ってバカにしてたけど、先輩だけは違いましたよね。それからもずっと応援してくれて。実はその私、あの時からずっと先輩のこと。これ以上俺がここにいちゃ野暮ってもんだな。気づかれないうちに離れるか。ん？おうおうおう、なんなら踊れ。見せつけおるの。小金とこでちちくれようて何のつもりじゃ。何です？ちょっと今大事なところなの。あっち行ってよ。勝手に見せつけようてあっち行けだ。そいつはわしらに言うたんかの。おう、ほっとくわけにもいかねえか。おう、男の方に用はないで。姉ちゃんだけわしらに付き合えや。ほうじゃ、踊れは邪魔じゃ。痛い目合わんうちに消えるんが利口じゃど。わかりました、すいません。先輩。いや、ミサさ、この人たちもそんなに悪い人じゃないと思うし、俺来年受験だから怪我したくないし。え、嘘、ちょっと本当ごめんな。
だ、置いてかないで。姉ちゃん、ええからほっとけ。彼氏、あんた捨てて逃げよったんで、あんなんよりわしらと楽しもうや。いや、絶対に嫌。あんたたちなんか、あんたたちなんか。あ、なんじゃおっさん。おう、邪魔すんなこら、消えろやおっさん。邪魔なのはお前らの方だ。間が悪いにも程があるぜ。この子をナンパしたけりゃ俺が相手になる。なんじゃこいつ。くっそ、しゃあないわ。すぐに後悔させたんで。おら、ふっ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 。待てよ、おっさん。わしら人に頼まれて。そこまでにしてくれる？もう十分でしょ。遠藤さん、何、どういうこと？あの女、ミサのマネージャーってことだったな。彼らには私が頼んだのよ、ミサの告白を邪魔するようにってね。何？案の定、憧れの先輩は臆病者の本性を見せた。これで恋の病も治ったでしょ、ミサ。遠藤さん、私東京に行く荷造りまだしてないんです。これから急いでやらないと。そうだね、それがいいよ。ミサ、もうあの子に近づかないで。桐生一馬さん、あんた俺のことを。やっぱりそうだったんだ。この業界であなたの顔を覚えている人は多いわよ。沢村遥引退の原因になった。なんであなたがこの町にいるかは聞かないけど、もうミサには構わないで、このまま未練なく東京に送り出してあげたいのよね、先輩。何？まさかお前もこの茶番に一枚噛んでいたのか。ええ、そもそもこの筋書きを書いたのは全部この僕です。彼らは僕のクラスメートです。遠藤さんもそれに従ってくれただけなんですよ。ったく、えらい目に遭うたわ。みんなごめんな、今度飯をおごるからそれで勘弁してな。おう、おいじゃあの。説明してもらえるんだろうな。説明になるかどうか分かりませんけど、僕は誰よりもミサを応援してきました。彼女がどれだけ厳しいレッスンに耐えてきたのかも知っています。だからこれからアイドルになる彼女がこんな僕なんかに告白しちゃダメなんですよ。彼はミサが自分の気持ちに気づく前からずっとミサのことが好きだったのよ。それじゃお前はミサの夢のために自分から悪者になって身を引いたってことか。あいつの夢を邪魔したら
僕は後で自分が許せなくなります。もし僕がミサと付き合ったとしても、いつか彼女もきっと夢を諦めたことを後悔する。ついこの間、遠藤さんからミサの僕への気持ちを聞かされて、正直すごい嬉しかった。だから演技だとしても、彼女からの告白を断って傷つけるなんて僕にはできそうになかった。それでこんな茶番を。僕がミサに愛想を尽かされれば、彼女は傷つかずにまっすぐ夢を追うことができる。僕は彼女にどう思われたっていいんです。それで全部うまくいくなら。好きな女のためとはいえ、なかなかできることじゃねえな。桐生さんでしたよね。もしこの後彼女に会うことがあっても、この話は内緒にしてもらえますか。俺の本音を言えば、ありのままをミサに伝えてやりて。だがどうやらよそ者の俺が口出す話じゃないらしいな。ありがとうございます。それじゃあ。ありがとう桐生さん。これはほんの気持ちよ。口止め料か。ただの気持ちだってば。でもあなた、有名な極道って話だったけど、思ったより話せる人でよかった。そうか。あんたも見た目よりは優しい。ミサのこと面倒見てやってくれ。もちろん。そういや、ミサはどこに行った。ショック受けて走ってったきりだ。うん？ミサ、いつからそこに。おい待て。ちょっとやばいって。うん、嘘、嫌だ、そんな。うわあ。おい、大丈夫か。何があった。俺は大丈夫だから、彼女を。ん？彼女？私もなんとか大丈夫。どうなってる？あれ？なんで私がそこに？なんだこれ？目の前に俺がいる？俺、夢でも見てんのか？何が起きてる？お嬢様！お嬢様！つまり階段から転げ落ちたショックでお前らは人格が入れ替わったと。多分そうみたいなんです。俺らだってわけわかんねえんだよ。お前が和夫で、そっちの男の中身が今は和美か。名前まで紛らわしいな。そう、そんなバカなことがありえない。落ち着きなさい村中。不良が気安く私を呼ぶな。いいのかそんな口聞いて。そいつはあんたが使えるお嬢様なんだぜ。お嬢様、おふざけおやめください。とにかくまずは怪我の確認を。大丈夫だって、怪我はしてねえよ。それにただの怪我なんて今大した問題じゃねえだろ。あんたは桐生さんだったっけ。悪いけど今起きてること街で言いふらさないでな。
どうせ誰も信じちゃくれないだろうけど。和夫君、なんでそんなに余裕なの？私たちとんでもないことになってるんだよ。見えすいた芝居を。お嬢様、とにかくここは一度お帰りいただきます。わかったよ。じゃあ和美も一緒に。なりません。え、でも村中。前から申してます通り、いかなる理由でもこんな不良をお屋敷には入れられません。たく、頭の固い執事だね。けどどうせすぐに考え直すことになる。俺たちが元に戻るにはせめて二人一緒でなきゃ直しようがないんだから。さあ、妙な真似はもう結構ですから、行きますよ、お嬢様。和美、大丈夫だ。すぐに迎え起こすからな。よう、和夫だったな。あ、いや、今は和美か。ええ。大丈夫か？なんか複雑な状況みたいだったが。複雑なんてもんじゃないですよ。私このままずっと和夫君の体なのかな。おい、参ったな。泣くなら俺の胸を貸してやる。え？見た目は男でも中身は女の子なんだろ。ならそうやって泣いているのを放ってはおけない。さあ来いよ、カズミ。お前まさか。どう階段落ちたってさ、人間中身なんか入れ替わんねえって。それじゃあれは全部芝居だったわけか。まあね、あんたの言う通り。桐生さんだったよな。あんたを巻き込んじまったのは悪かったけど、実はこっちもちょっと訳ありだったんだよ。どんな訳だ？俺と入れ替わったって言ってた女の子、和美はあの石見一族のお嬢様の一人でね。石見だと？ああ、本家ではないけどかなり本家筋に近い、つまり本物の金持ちってやつさ。こんな俺と和美が付き合ってるなんて誰も信じちゃくれない。そうだろうな。和美は家柄や血筋がいい割にまともな子でさ、人の生まれとかよりちゃんと中身を見てくれる。要するに俺もあいつもマジなんだよ。けど周りの人間、特にあの村中って執事は俺たちを必死に引き離そうとしている。彼女の親を説得して海外留学を進めてるんだ。もしそうなれば俺たちはもう二度と会えないかもな。なるほど。だからそうはさせないためにさっきの芝居を打つ必要があったのか。娘の中身が他人と入れ替わってるとなりゃ、元に戻すまでは二人を引き離せないだろう。みんながそれを信じるとは思えないがな。 100% 信じさせる必要はないさ。もしかしたら本当かもってくらいでいい。それでも俺らが入れ替わった芝居を続ける限り誰も二人を引き離すわけにはいかないはずだ。突飛なことを思いついたもんだ。全部お前のアイディアか？いや、彼女だよ。なんかそういう映画だかドラマを見たことあるんだって。なるほどな。あ、ちょっと待った、桐生さん。ん？村中だ、和美のお付きの。多分俺を迎えに。いや、
お前一人を迎えに来たにしちゃう。まあとにかく俺はまた和美のふりすっから、桐生さんも話し合わせてくれる。村中、私を迎えに来てくれたのね。和夫君はどこ？あんたは関係ない。どこかよそへ行っててくれ。嫌だと言ったら？それなら二人まとめて痛い目見るだけだ。どういうことなの？答えなさい村中。クソガキが、いつまで猿芝居してやがる。違うわ、これは芝居なんかじゃない。本当に私は和夫君と体が。うるせえ！どうだ、これ以上痛い目見たくなければさっさとその気持ち悪い芝居をやめろ。違うの村中、本当に私は和美なの。お願い信じて。おお、まだ続けるのか。その化けの皮いつまで持つかな。ほら、どうだ、さっさと謝っちまえよ。違う。ああ？私は和美よ。このガキ。そこまでだ。ああ？この一件、俺には全く関係のない話なんだが、女に手を挙げる奴を見過ごすわけにはいかねえんでな。桐生さん、あんた町のもんじゃねえな。今のうちにさっさと消えてればよかったのによ。部外者が余計なことに首突っ込むとどういうことになるか、いい勉強させてやるよ。別に大丈夫だから心配するなって。でも桐生さん、あんたなんで俺を助けてくれたんですか？全部芝居だったってことあんたは知ってるだろ。散々痛めつけられてもお前が和美だって言い張るもんだからな。ちょっとだけ本当にこいつは和美なんじゃないかって命張った嘘ってのは本物になることがある。たまにだけどな。キリュウさん、でお前らこれからどうする？このお芝居これからも続ける？続ける。もし村中がまた俺に手を出してきたらまたキリュウさんを呼ぶぞって言うしな。勝手にしろ。助けに行ってやるかは別の話だがな。でもいつまで続けたらいいんだろう。そうだな、俺は一生続けてもいいけどね。え？
和美となら一生嘘をつき続けてもいい。それでいつか二人の本当にしていこう。カズオくん、そういうのは二人きりになってからやれ。すみません。じゃあ俺はもういいな。本当にありがとうございました、キリュウさん。感謝してるよ、本当ありがとな。迷惑かけましたな。あんた見てたのか。ええ、一部始終。二人ともそれなりに腹くくってるみたいですな。あんた全部分かった上で二人を試していたのか。さっき俺が止めに入らなかったらどうするつもりだったんだ。さてどうでしょうね。ま、あんたはきっと止めに来るだろうと思いましたよ。考えてることが同じやつは見ればわかるもんです。食えねえ人だあんた。これからもあいつらは試され続けます。邪魔するんならいつでもどうぞ。いや、あの二人はきっと大丈夫だ。そばにあんたもついてるしな。そりゃどうも。まったく、年を取ると面倒事が増えますな。ああ、まったくだ。時間食っちまった。どうしよう、元の時間に戻れないなんて。おい、どうした。あ、キリュウさん。ん、私です。ほら、ミクです。タイムリープの。お前だったか。どうした、泣いてるのか。うん、話すと長くなるんだけど、
キリュウさん、私の話聞いてくれるの？ええ、うん、あのね、実は私、例のタイムリープの力が消えたの。やっぱりまだ信じてくれてないんですね。でも私嘘なんてついてない。本当に何回もタイムリープできてた。仮にそうだとしても、そもそもお前はどうやってタイムリープしてたんだ？目を閉じて自分が戻りたいと思う過去の記憶を強く念じる。初めてタイムリープできたのは、私がパパにひどいこと言った時、その言葉を取り消したい一心で祈ったの。時間よ、戻れって父親に言った。私のパパはさ、いつも陰気で自分に自信なくて、全然父親の威厳がないの。そのおかげでママはよその男と浮気するようになった。家族はバラバラ。パパはママの浮気に気づいてもおどおどしてるだけで何も。そしてあの日も、ママは家族をほったらかして若い彼氏に会いに行ってた。その日はじとじとして、私はテストの点数が悪くて、おまけに蛇口の水の出がやけに悪かったりして。だからその時初めて私、本当はママに言わなきゃいけない不満を、家族で気づかないふりしてたママの浮気のことも全部パパのせいだって怒鳴ってた。私の言葉で泣き出すパパが惨めで、だから余計ずっと溜め込んでた言葉が止まらなかった。わかった、もういい。その後パパと話す前にタイムリープできた私は、今度は言葉を全部、あれはやり直せて本当によかった。それからはタイムリープに夢中。図書館で SF の本を読み漁ったりしてね。おかげで暗い家のことを思い出さずに済んだ。でも結局何もわからないまま、あの力は急にまた私の中から消えちゃった。どうしたらいいのかな。このまま元の時間に戻れなかったら。なあミク、それはそんなに困ることなのか。え？1年だけ過去に戻ったんなら、また1年待てば元に戻るってことだろう。そう、普通の人にとってはそうだよ。でもじゃあ同じ1年をまたやり直せっていうの？あのパパとの陰気な生活をもう一度？ミク、お前。おーい、ミク。は、パパ？よう、今帰るところなんだよ。パパと一緒に帰るか？え、でも。そちらの方は？あ、この人はキリュウさん。知り合ったばかりだけど。キリュウです。ご心配なく、お嬢さんはすぐにお返しします。そうですか。いや、ご丁寧にどうも。うちの娘がお世話になっています。じゃあミク、父さん先に帰るよ。今日の晩飯はごちそうだって母さん言ってたぞ。聞いてた話と違うな。別に冴えないわけじゃねえし、神さんとも仲良さそうだが。そうだ、この時はパパまだ元気で。思い出した、パパそっち行っちゃダメ。ん？パパ、この、あ、すみません。いたたたた、いてえ、
いや、そんな。骨が折れたろうが、おっさん、こら。これはタコをつくで。うわ、いったった。でも、あの、私は。死の子の抜かす前に土下座せや。踊れ、被害者様への態度が悪いない。よし。大丈夫だ、ミク。今から始まるのは、お前が見てきたのとは別の未来だと思うぜ。え？おい、その親父さんから手を離せ。あ？なんじゃ、おどれは。俺が代わりに相手になってやる。それでもよくやる。かかってこい。本当にキリュウさんのおかげで助かった。元の歴史だとね、パパは私の目の前でチンピラに殴られながら、その後は泣きながらお金まで払ってた。ナグモなら、ハルトの父親もこの町にいるのか。それはわしらにもわからんのです。はるかさんはみんなに好かれとったけん、誰かと好きを取るっちゅう話は聞いとらん。それに坊ちゃんが1歳くらいと考えると、ちょうど妊娠した頃、はるかさんはこの町からも姿を消してしもうたんで。何？今から1年半くらい前ですわ。その頃からあの子のことを見たっちゅう話は聞かん。じゃけえわしら、ハルト君を見ても未だにハルカさんのことは信じれんちゅうんが、ほんまのところですわ。わしやうちの組のもんが知っとるのはこれだけよ。じゃけど、わしらよりハルカさんのことをよう知っちょる人がおる。誰だ？ハルカさんはこん町に住んどった間ずっとある店で働いとった。兄貴もよう知っとる店じゃ。スナック清美。こん町で誰よりはるかさんを知っとるんは、あのキヨちゃんなんじゃ。